クリスマスと七面鳥のお話。みんなこんにちは、アテナくんだよ。日本ではおなじみではないけど、世界でクリスマスの料理といえば七面鳥だよね。アメリカやヨーロッパではクリスマスになると七面鳥が食卓に並ぶんだ。でもどうしてクリスマスといえば七面鳥になったんだろう。今日はクリスマスと七面鳥のお話だよ。実はね、もともとはヨーロッパではクリスマスに食べるものというと、牛肉や豚肉の料理、甘い洋菓子、ガチョウのお肉だったんだ。あれ、七面鳥は？以前はクリスマスに七面鳥っていう文化はなかったんだ。じゃあいつからクリスマスに七面鳥が食べられるようになったんだろう。実はね、17世紀、一部のヨーロッパ人が当時は未知の大陸であったアメリカへと渡っていったんだ。ヨーロッパを飛び出して新しい土地で暮らそうって決めてね。でもその年は収穫も少なくて、多くの人が凍え死んだり飢え死にしたんだ。そんなところに現れたのが、昔からこの土地に住んでいたインディアン。大変ですね、どうぞこれを。彼らは七面鳥やトウモロコシの種などを持ってきてくれたんだ。そしてその次の年は大収穫。白人はインディアンを食事に招いて一緒にごちそうを食べたんだ。この時に七面鳥もごちそうに並んだよ。たくさん収穫できたことをお祝いする感謝祭に並んだ七面鳥。七面鳥はお祝いに欠かせない料理として、クリスマスだけでなく結婚式、感謝祭でも出るようになって、これがヨーロッパ、そして世界へと伝わっていったんだ。じゃあ日本ではなんで七面鳥でなくてチキンなんだろう。日本では七面鳥はあまり食べられていないから、買っても高いし、それ以前にスーパーでも見ないものね。ケンタッキーの商売上手もあったみたいだけどね。今日も見てくれてありがとう。よかったらチャンネル登録してね。バイバーイ。